マラソンシーズン突入しました。私もまだ誰も行ってないんですけど、ビヨンド、年末の高速レースじゃないですか。高速レースビヨンド、ということは去年のリベンジをしたいなと。皆さんこんにちは、ラントリップ代表の大森です。こんにちは、日本一走るアナウンサーの長谷川智香です。いよいよね、はい、マラソンシーズン突入しました。目白押しですかね、大会繁忙期なんじゃないですか。そうですね、結構ゲストランナーで行くことが多いので、うん、ハーフとかそういうのは、はい、結構今年も何回か走る予定が。そうですよね、いろいろこう長谷智さんのお顔を見かける機会も増えてくるかと思うんですが、はい、何気に個人のプライベートの目標みたいなのって、はい、個人でもレース出るわけですよね。そうなんです、久々に私、はい、年明けの新宿シティハーフマラソンに、うん、エントリーをしまして、それもプライベートで。プライベートで、そこが今の一番の今シーズンの目標になるんですか。そうですね、はい、結構これまでは皆さんのサポートとか、はい、自分にとって余裕のあるペースで走ることが多かったんですけど、はいはいはい、その中で皆さんの頑張りを見て、はい、ちょっとまだ私誰にも言ってないんですけど、誰にも言ってない、ちょっとずつスピードを取り戻して、来シーズンに実は自己ベストを出したいと、うん、来年ですね。来年ね、はい、ああなるほど。どの大会するかまで決めてないんですか。今シーズンはそこに向けた取り戻す期間、ちょっとずつスピードを、これまた誰にも言ってない、はい、みんなの前で今言ってるんですけど、そう、それに向けてちょっと練習していきたいなと思ってます。そのじゃあ、新宿シティはどれぐらいを目指してるんですか。そうですね、100を切りたいなと思って、ね、あ記録を切って走ることがなかったので、はい、そこを目標に。なるほど、言っちゃった、言っちゃったね。今年はじゃあそこを目標に頑張っていくということで、はい、そうですね、私もまだ誰にも言ってないんですけど、はい、ビヨンド、年末の高速レースじゃないですか。高速レースビヨンド、ということは、はい、去年のリベンジをしたいなと思います。まあ、ご存知の方もいるかもしれないですけど、はい、去年はまあビヨンドでサブウェイと言われるね、2時間50分切りをしようということで、はい、結構頑張ってたんですよ、はい、なんですけど、30キロで左足つってしまって、ね、あえなくリタイアという結果になってしまったので、はい、それをね、未だにちょっと引きずってるんです、心の気持ち悪いのは、はい、それをちょっとこう払拭したいというところで、自分に打ち勝ちに行きたいっていうのが今の目標なんで、はい、いよいよちょっとこれから本格的にトレーニングしていこうかなっていうタイミングです。あ、じゃあお互いちょっと目標がある分頑張りますね。頑張りましょうというところで、はい、そこに向けて我々10月7日に開催されます、ランナーズ全日本 30K シリーズ東京 30K に出走します。はい、頑張りますということがね、決まりましたので、はい、一緒に頑張って、そこの30キロ走ポイントとしてトレーニングしていきたいなと。きついですよね、30キロは。30キロっていつもどういう位置づけですか。はい、30キロやっぱりフルマラソン前の、はい、本当に今の現状を知るのと、うん、ちょっと課題の発見みたいな。課題の発見、本当にだペースきつくなってくるなとか、はい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 、結構フルマラソン前の本当に現在地の確認、現在地の確認ね。でも私は結構走ることですか、ね、いや、めちゃめちゃわかります。あ、本当ですか。私もフルマラソンから逆算して1ヶ月前、2ヶ月前、3ヶ月前で、いろいろこう設定してるものがあるんですけど、はい、そこやっぱり30キロ走2回入れてるんですよ。でそこでまさに現在地の確認をすると。課題の発見って言ってましたけど、はいはい、そうだなって今思ったんでそれも使っていきます。課題の発見の場として、そうですよね、はい、使っていくっていう結構大事なポイントなので、はい、だけどね、30キロ走って一人でなかなかできないじゃないですか。やりたくないです。ですよね、はい、なのでこういうレースを活用していくっていうのは結構重要な、はい、工夫になるかなと。そうですね、出てる皆さんも頑張ってるので、うん、それでもっと押し上げられるというか、はいね、頑張りますよね。そうですよね、ちょっとね、重い腰が上がるというところで、はい、これでレース活用していくっていうのがポイントかなと思うんですけど、うん、課題発見って今おっしゃいましたよね、はい、どうやって課題発見するんですか。そのやっぱり、うん、走ってる最中なんか腰が落ちてきたなとか、はいはいはい、感覚ですよね、なんか自分の本当感覚です、うん、平成的なところですよねとかなんか肩が上がってきたなとか、はい、感覚です。わ、すごい台本にあるみたいに素敵な言葉をいただきまして、そんなあなたに今日ご紹介したいものがありますのでちょっとね、ご紹介させていただきたいんですが、はい、こちらです、うん、カシオのランメトリックスモーションセンサーということで、はい、まあ、散々私去年こう使わせていただいて、はい、動画内でもお知らせさせていただいたりとかね、はい、してきたんですけれども、改めてちょっとこと今シーズンも、うん、ランメトリックス様のお力を借りたいなと思ってますので、はい、ご紹介していきたいなと思うんですけど、はい、何かというと、まあ、モーションセンサーなので腰にね、つけていただいて、はい、定量的に
さまざまなスコアが可視化できるというものです。はい、フォームが、まあ、スコアリングされるということですね。まあ、こんな感じで総合得点よろしくお願いいたしますか。総合得点が、フォーム何点ですというのが出てきたり、細かくね、こう自分が不足しているポイントがどうとか、どこが新たに優れているとか、そういうことも出してくれますし、改善点のワンポイントアドバイスみたいなものももらえるので、さっきね、定性的、なんかきつくなったなとか、腰が落ちてるなとか、ね、分かるんですけど、本当にね、それをこう第三者目線で見てくれて、定量的なことです。コーチを専属コーチをつけて走れるよという方はそれいいと思うんですけど、なかなかそういうわけにいかないと思うので、はい、専属コーチを腰につけて走るということで、ただでさえ重要な30キロをよりこう無駄にしない、参加費を最大限コスパを良くしていく観点でも、はい、定性的な情報だけじゃなくて定量的なところの指標も取っていけるというのが、はい、ナノメトリックスの面白さです。で、なんで今この話をしているかというとですね、この30系シリーズ、出走される方というのは、無料で全員、ちょっと簡易版なんですけれども、つけることができるということなんです。全員参加者、なんですよ。で、ぜひ今シーズンのフルマラソンの、ポイントとして活用していくというのは、おすすめの使い方かなと。30K に出る方ってでもフルマラソンを前に出る方が多いので、そこで課題を発見しておくと、フルマラソンまでの間に改善ができる可能性があるじゃないですか。そうなんです。その自分で感じている、定性的な面と、この数値で現れる定量的な部分の差異みたいなのも分かるし、そうですね。どうでした、使ってみて、ランメトリックス。いや、びっくりしました。こんなに細かく分析してもらったことが、今までの7年私走ってるんですけど、ないんですよ。なので見慣れるまでとか使いこなすまでも意外とこう多分数をこなした方がいいので、こういうトライアルの場とかってめちゃくちゃ貴重だと思うんですよね。嬉しいですよ。なんかそれ自分の走りを認めてもらえた気分って、確かになんか第三者がやっぱり評価してくれることなかなかないじゃないですか。そうですね。で、なんかそのできればね、そういうポイントポイントでつけるだけじゃなくて、日々つけ続けることで改善がなされていって、数字が変わっていくっていうところに意味があると思うので、そういう使い方、毎日専属コーチをつけられて考えると、相当賢い使い方だと思いますが、私どうしてもですね、この骨盤を軸とした全身運動って言われる、骨盤の回転がなんかどうやら苦手らしくて、これね、ずっと言われてるんですけど、なかなかちょっとまだ改善ができてなくて今シーズンね、そこをちょっと改善していきたいなと思うんですけど、ただこのアプリの中でこういうスコアが見えるというだけではなくて、ジャシックスのレースレポートというサービスもあるんですね。これ時点ですごい細かいんですけど、5倍6倍ぐらい細かいデータが、提供されるっていうサービスなんですよ。じゃあさらに自分のことも洗いづらい、もうね丸裸。すごい。で、去年の私、そのビヨンドでアシックスレースレポートというものを体験させていただいているんですけれども、私ふくらはぎ左側つっちゃったんですけど、最初は設置時間短くていい感じになんかスムーズに動いてたらしいんですね、評価的には。なんだけど5キロ以降急になんかこう左右バランスがこうなんか左右のブレが強くなってきて、で結果的になんかね、ストライド大きくなって蹴ってたんですよ。蹴るって良くないじゃないですか。蹴って進んでて、で左足の設置時間がどんどん長くなって、ブレーキかかってるんですって、左足だけ。あ、もうそれが書いてあるんですか。左右バランスも崩れてっていうのがもう書いてあるんですよ。だから左足つったんだと。すごい、やっぱ感情論じゃなくてこうやって本当エビデンスがね。そうなんです。だから左足つっちゃったな、なんか早かったのかな、こうなのかなとかって、路面硬かったかなとか言っちゃうんですけど違った。めちゃめちゃ言い訳で、もう原因となるのはもう5キロぐらいから起きていて、それはこう左右のブレとか、そういうだからコアの筋力が足りなかったとか、そういうものも原因が分かるんですよ。すごくないですか。私もしたいです。したいです。できます。今度の 30K、これはかなりありがたいですね。勉強になるし、しかもただ原因が分かるだけじゃなくて、それを改善するためのトレーニング方法、あ、改善策もですか。はい、動画で、はい、出てきます。で、今回のサビ系出られた方はこれの簡易版なんで、これポイント3つとか出てくるんですけど、まあ1個だけポイント教えてくれたりとかっていう、でそこまで出してくれるんで、でも去年のサビ系と参加費変わらずお値段据え置きなんで、めちゃめちゃ
解読。これ出ないと、ね、出ないと損ですね。です、まあ、出ないっていう方もね、もちろんこのそもそもこれ販売してますんで、そうですね、もうコーチとして雇うつもりで買っていただいて、はい、つけていただくっていうのはもちろんいいんですけど、一回試してみたいなっていう方は、ぜひちょっとこの機会を使って、はい、サーティー系シリーズ、もうあの我々が出る東京大会、秋大会は、はい、あの締め切りをしてしまってるんですけれども、この先あと4回。参加する機会がありますので、はいはい、それちょっと概要欄に載ってあると思いますので、そちらもチェックしてみていただければと思うんですが、はいはい、まあ、レースシーズン、重要な30キロ走という位置づけ、これね、皆さん変わらず重視してると思うんですけど、はい、それをより良いものにするために、ランメドリックスぜひ活用して、定性的だけじゃなくて、そうですね、定量的にね、はい、自分を分析していくと、よりランニング楽しくなるんじゃないかなと思いますので、ぜひ使ってみてください。この動画が面白いと思っていただけた方はぜひチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いいたします。ランメトリックスの詳細概要欄にも貼ってますのでぜひそちらもチェックしてみてください。使ってるよという方、私の最高得点何点みたいな、ね、コメントに上げていただいても、ね、はい、構いませんのでぜひ使ってみてください。ということでございます。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。